まさか喧嘩に勝った回数が可視化された結果、僕のターゲットが刑務所内で誰よりも強い数値だとはね。正直驚いたよ。おい、早く持ってこいよカカオ。早くしないとアニメに間に合わないだろ。ああ、今持ってくよ。メイドの土産をね。この日、殺し屋カカオアルカラムとその母シュガーアルカラムはとある依頼のためターゲットの捜索に当たっていました。この中にいるのかい？ええ、南西の方角にいるわ。今回のターゲットがね。南西。ああ、確認できた。向かうよ。手はずは分かってるわね。当然さ。とりあえず眠らせて人気のないところに移動し話を聞く。そう難しいことじゃないよ。こうしてカカオがターゲットに近寄っていった。その時でした。え、なんだこの数字。そう、人類すべての頭上に何の前触れもなく数字が現れたのです。よりによってこのタイミングで可視化現象とはね。母さん、何が起きてるんだい？今調べてる。なるほどね。カカオ、今回可視化された内容が分かった。これは、ただいま速報が入りました。どうやら今回の可視化現象は、喧嘩に勝った数が数値化されたようです。なんだって？そのため、皆さんはどうか慌てず、落ち着いて行動してください。繰り返します。厄介な数値化ね。とはいえ、今は依頼をこなすのが先。カカオ、何してるの？残念だが、今は引くしかなさそうだ。なんせ見つけたぞベーコン。離せ、汚い手で僕に触るな。何言ってやがる。何人も騙した詐欺野郎が。お前は現行犯逮捕だ。覚悟しろよ。警察に先を越されてしまったからね。それにしてもあの数値。どうやらただの詐欺犯ではないようだ。まさかあのタイミングで警官に先を越されるとはね。仕方ないさ、あれだけ高い数値だ。悪目立ちするのも当然だよ。ええ、確かにあの場にいる誰よりも高い数値だった。もちろんあんたよりもね。でも正直納得できないね。なぜ僕の数値がたったの45なんだい？あくまでも仕事ばかりで喧嘩の経験は少ないからでしょ。せいぜいあるとすれば兄弟喧嘩に親子喧嘩くらいだわ。うん、まあいいさ。むしろこれで仕事はしやすくなったからね。それじゃあ行ってくるよ、お母さん。行くってどこによ？決まってるだろ。ターゲットが捕まったんだ。それなら僕も同じように囚人になるしかないよ。はあ、久しぶりだね。この汗と血の匂い、興奮するよ。ただ来たかっただけでしょう、あんた。こうして依頼を完了させるため刑務所内に潜入したカカオ。しかし可視化現象によって中の勢力図は大きく変化していたのです。なぜなら数値の大きさが囚人同士のカーストを決める指標となっていたのですから。今日から君たちは僕の手下だ。僕の言うことは絶対だぞ。はっ、それじゃあ早速熟女戦隊プリプリの DVD グッズを全て入手しろ。プリプリ、僕という素晴らしい人間の源となった最高傑作だ。これからは定期的に鑑賞会はする。分かったらさっさと集めるんだ。まさか彼が刑務所内のボスになっているとはね。驚いたよ。少し様子を見た方が良さそうね。て、カカオ？いや、随分とすごい数字じゃないか。一体どんな生活を送ってきたんだい？はあ？なんだお前、俺の子分になりたいのか？待って、なんだその低い数字、雑魚だな。数値と強さは関係ないと思うけどね。なんだと、雑魚のくせに生意気な。この刑務所のボスは僕だぞ。それで仲間にしてくれるのかい？いいだろう。ただしクソ雑魚のお前には僕がイラついた時用のサンドバッグになってもらう。それでもいいか？面白いじゃないか。ぜひお願いするよ。
え？おう。サンドバッグ。こうして数値が低いためにひどい扱いを受けることになったカカオ。ある時は刑務所内の映画館で。いい映画でしたね、ボス。そんなわけあるか、カカオ。なんだい？といきなりカカオの腹を殴り続けてきたのです。なんで僕の大好きなピロリンちゃんのセリフがあんなに少ないんだ。ふざけやがって。おらうえ、ボスのパンチをまともに。絶対に食らいたくないな。よく見ておけ君たち、これが僕の怒りのパンチだ。おろろろろろ、あいつ吐きやがったぞ。きっとね。お前はもう死んでいる。行くぞお前ら。やれやれだね。そしてその後もカカオはベーコンのストレス解消として殴られ続けていたのです。へえ、この方はなかなか面白いね。カカオ、カカオ。ん？この声は。やあ母さん、久しぶりじゃないか。監視カメラの映像からあんたの状況は把握してる。一体何をしてるの？サンドバッグかな。あんたね、様子を見ろと言ったのは母さんだろ。それより頼みたいことがあるんだ。ごにょごにょごにょ。何ですって？ひょっとしてあんた。僕だってただ殴られてるわけじゃないのさ。ということで頼んだよ母さん。ちょっと待ちなさいカカオ。さてと、それじゃあ僕はまたサンドバッグに戻ろうかな。こうしてカカオが外でシュガーと何かを話していた時、刑務所内では大きな事件が起きていたのです。カカオのやつがいないからお前をサンドバッグにしたんだ。恨むならあいつを恨むんだぞ。おい、どうした？ボス、こいつ意識がないっすよ。なんだと？まったく、強すぎるのも楽じゃないぜ。どうすんすか？すぐ監視にバレちゃいますよ。まったく、そう動じるな。悪いのは誰だ？それは、言いにくいっすけど、ボスじゃ。そんなわけないだろ！これは全てカカオのせい。そう。僕たちで口裏を合わせるんだ。濡れ衣。これでよし。お前は当分独房だ。しっかり反省しろよ。反省と言われてもね。もう一度ちゃんと調べてくれないかい？うるさい！数えきれないほどの証言もあるんだ。覚悟しておけよ。証言。どうやら完全にはめられたね。とはいえ、一人なら。はぁ、僕の作業もはかどりそうだ。楽しみだね。1週間後。くそ、もうこの漫画読み飽きた。やっぱりサンドバッグがいないとストレスがたまるな。ボス、朗報です。はあ、なんだ、新しい DVD でも入手したのか？いえ、そうではなく、今こっちに新しい囚人が向かってるそうです。なんだと？それじゃあそいつを僕の新しいサンドバッグにしてやる。何？こうして新しい囚人を目の当たりにして驚いたベーコン。しかしそれも無理はありません。なんせ。よろしく頼むぜお前ら。今から俺様がこの刑務所のポスター。そう、この男もまたベーコンと同じ2929の数値を持っていたのですから。すっげー、数値2929同士の戦いっす。一体どうなっちゃうんすか？なあ、聞いたぜボス。この刑務所は頭上の数値が全てなんだろ。ああ、そうだぞ。それじゃあこの喧嘩で勝った方がボスでいいな。シンプルが一番だ。待て。ああ、なんで止める？さっさと殴り合おうぜ愚か者。僕は今この刑務所のボス。そう簡単に戦えると思うなよ。なんだと？
じゃあどうしろって言うんだよ。僕の部下全員に勝てばボスの座をかけて喧嘩する権利をあげよう。ボス？その代わりこの新人に勝った奴には僕と戦う権利をくれてやる。それでいいだろう。マジっすか。おお、下克上っす。なぜベーコンはこんな提案をしてまで戦いたがらないのか。それは普通に戦って僕が勝てるわけなんてない。だって初めて人を殴ったのも刑務所に来てからなんだ。そう、なんとベーコンは今まで喧嘩の経験すらなかったのです。しかし喧嘩の勝利数が可視化されると自分でも身に覚えのない2929回という膨大な数字。気づけば周りから敬われ刑務所のボスとして君臨していたのでした。せっかくのバカな囚人たちを騙して好き放題やってきたんだ。まずあいつを誰かに倒してもらって、あとは弱ったところを…って…うわぁ、ボス、すいません…嘘だ、これだけの囚人をたった一人で。あとはお前だけ。さあ俺様と勝負しろ。じゃあこうしよう。僕とお前二人がボスだ。ダメだ、ボスはただ一人だけ。さあ覚悟しろ。そうだ、まだダメだ。もう一人僕には部下がいる。なんだと、そいつは本当か。他の囚人を病院送りにし、今は独房にいる僕の右腕、その名はカカオだ。そんな右腕は俺じゃ。うるさいザコめ。いいか、さっきも言ったが挑戦権は部下を全員倒すこと。カカオにも勝たなければ僕は勝負しないが、あいつは今独房でな。時間稼ぎをしてその隙にあの手この手で始末してやる。なるほど、そういうことか。カカオは右腕、ただのサンドバッグじゃなかったわけだ。なぜお前がそれを。なぜって、それは僕がそのカカオだからさ。数値の真相。なんで独房にいるはずじゃ。それに数値だって全く違うじゃないか。数値は増やしたんだ、君と同じ方法でね。僕と同じ方法。おれれれれ、ひょっとしてベーコン、君自分でもなぜそんなに数値が高いのか気づいてないのかい。聞く。そんなの喧嘩をしてきたからに決まってるんじゃ。いいや、彼はおそらく殴り合いの喧嘩なんてしたことがない。だってその数値の大半はネット上での口喧嘩で勝ってきたものなんだからね。なんだと。そんなわけないだろ、僕は強い。実際お前も吐いてたじゃないか。ああ、最初にパンチを受けてすぐ気づいたよ。人を殴り慣れてないとね。そうだろ、ベーコン。いや、サクリファイスと呼んだ方がいいのかな。なぜお前が僕のネット上でのアカウント名を。親も同じようなこと言ってたけど、今では僕、親より年収高いから。はい、論破。実は僕、学力テストで5位以下になったことないんだよね。だからバカなお前が僕の気持ちをわからないのは当然だ。はい、論破。よし、今日も家から出ずネットイキリのガキどもを成敗してやったぜ。一体どこからそんな情報を。独自のルートから調べてもらったんだ。もう言い逃れはさせないよ。そんな…お前、こんなことして一体何がしたいんだよ。何か、か。君は彼らに見覚えがあるかい。いや、こんな小汚い老人なんて知らないな。一体誰なんだ。君が金を騙し取り、無念の中死んでいった老人だ。そして僕は彼の遺族から無念を晴らしてくれと頼まれた殺し屋さ。殺し屋。道理であの強さ。お願いです、命だけはどうか。そうだね、チャンスをあげるよ。チャンスですか。ああ、君が彼らから騙し取り今もどこかに隠している金があるだろう。
そのありかを教えるんだ。聞く！それだけは。教えたくなければそれでいい。依頼人からはどちらでも構わないと言われているからね。さあ、どうする？わかったよ。ほら、ここに隠してるんだ。母さん、今調べてる。ええ、確かにあったわ。回収に向かって。 OK だ。それじゃあ僕は失礼するよ。さよならだ、ベーコン。はあ、助かった。助かった？ええ、何を勘違いしてるんだい。君には今から地獄のような日々が待っているというのに。え、よくも騙してくれたっすね。こら、今まで散々こき使ってくれた分、しっかり働いてもらうから覚悟しろ。まずは俺のサンドバッグだ。そんな、やめろ、来るな、僕はボス。これが可視化で囚人を騙し刑務所でトップになった男の末路か。命の代わりに随分と面白いものを見せてもらったよ。それじゃあね。ふう、やれやれ、想像よりも大金が入ってて驚いたよ。あの男、どうやら他にも騙し取ってたようね。依頼人に連絡して約束通り返してあげなさい。ああ、それより母さん、少しいいかい？どうかしたの？いや、どんな人生を送ったらそんなイカれた数値になるのかと思ってね。どんな人生？そんなの知らぬが仏よ。いいからさっさと行きなさい。ああ、それじゃあ行ってくるよ、母さん。はあ、どんな人生ね。私は貞子、黒猫妖怪大学に通う2年生だ。私には双子の妹、ユキコがいる。妹は明るい性格で友達もたくさんいるようだ。一方の私は陰キャ体質で仲のいい友達はいない。ほぼ会話もせず、教室の隅っこでいつも絵を描いているの。姉妹仲良く過ごしてきたけど、私にはあるコンプレックスがあった。それがこの顔。私の顔ってどうしてこんなに地味なんだろう。目も細いし、鼻もぺちゃんこだし、妹はなぜあんなに可愛い顔なの？普通双子って言ったら、うり二つでしょ。お姉ちゃん、今度一緒に映画見に行かない？映画ジェフザキラーみたいんだ。あの CM でよく見る映画か。でもむちゃくちゃ怖いんでしょ。私はいい、やめとく。残念。ホラー好きだったじゃん、お姉ちゃん。最近なんだか冷たいな。前は何でも付き合ってくれたのにさ。妹といるのがものすごく苦痛で、一緒に外出する機会も減っていった。私の顔ももっと可愛かったらな。でも妹には相談できない。なあ、お前の妹のひきこちゃんってめっちゃ可愛いよな。よければ LINE 交換したいんだけど、俺の ID 伝えておいてもらえない？ねえ、妹って彼氏いるの？知らない、自分で聞けば。たくさ、同じ姉妹とは思えないくらい貞子は顔も性格もブスだよな。可愛くねえの。聞こえてるっつーの？私だって分かってること、いちいち言うなよ。くそ。最近はいつもこんな感じでさ。私が気になってたサトル君も結局は妹が好きみたい。この顔さえなんとかなれば、私が負けることなんてありえないのに。私はいつしか整形手術を本気で考えるようになった。どこかにいい先生いないかしら。そんなある日、ネットサーフィンをしていると美容整形外科の広告を見つけたの。何？初回は5,000円？めっちゃ安いじゃん。メスを入れないから安心。施術時間は5分から10分と短時間か。最高じゃないの。早速電話してみよう。私は早速発色クリニックに電話をかけて相談に行ってみると。はい、どうなさいました？先生、私どうしても変わりたいんです。顔にコンプレックスがあって、このままじゃ私陰キャのまま終わりそうで、みんなが私のことをバカにするんです。
そうでしたか。それはお辛いですね。整形外科をうちは専門としていますが、基本的に整形を推奨していないんですね。なるべくなら生まれたままの姿を大事にしてほしいと考えてまして、今までの顔には戻れませんけど、大丈夫ですか？先生、私、今の自分と決別したいんです。顔が変わって、生まれ変わったら、自分に自信が持てそうな気がして。貞子さん、お気持ちはわかりました。顔が変わることで、貞子さんが変われるというなら、お力になりましょう。ありがとうございます。どんな顔にしたいか、ざっくりとした要望はありますか？もっとパッチリとした大きい目と高い鼻にしたいんです。こんな感じです。なるほど、顔の作りが似てますね。実はこれ双子の妹なんです。妹さんがいらっしゃるんですね。はい、私はこれまで比較され続けた妹の話をして、お医者さんは熱心に耳を傾けてくれたわ。この人なら任せてもいいってそう思えたの。わかりました。手術の日に参考として妹さんもお連れしていただけませんか？え、妹も一緒じゃなきゃダメなんですか？はい、来ていただきたいんです。必ず成功させますから。わかりました。よろしくお願いします。手術当日。ねえ、病院に行くってどこか具合悪いの？実はね、私、整形をしようと思ってるの。え？整形？どうして？自分のこの顔が嫌いだから。ヒキコには言ってなかったけど、容姿のせいで辛い思いをしてるの。だから整形して新しい顔に生まれ変わりたいのよ。だからって整形までしなくても。元から顔が整ってる人にはこの辛さはわからないでしょ。散々嫌な思いをしてきてもううんざりなの。ヒキコの顔を参考にするから一緒に来てちょうだい。お姉ちゃんがそこまで顔にコンプレックス持てるの知らなかった。わかったよ。お話し合いはされましたか？はい、妹にも事情を話しました。ではお二人とも誓約書にサインしてくださいね。貞子さん、本当にいいんですね。今なら辞めることだってできるんですよ。はい、大丈夫です。お願いします。お姉ちゃん。妹は仕上がりの参考になるからということで、一緒にベッドで横になってもらった。術後は1時間もかからず無事に終わったわ。あれ？なんで私まで包帯が巻いてあるの？そう言ってヒキコが包帯を取ると、なんとそこには細くて小さな目が。これまでのパッチリ二重がなくなっていたのだ。一方の私は、なんということでしょう。大きな二重まぶたの目があるではありませんか。先生すごい。これですよ、これ。これが私の理想の顔です。なんでこんなことに。どういうことですか？説明します。お二人とも誓約書にサインしましたよね。実は私が行ったのは二人の顔を取り替える手術なんです。え、サインはしましたけど、そんなこと聞いてませんよ。ここに小さいですけど書いてあります。ただこの手術には効果の期限があって1ヶ月しか持ちません。いわばテストのような形で2人の顔を交換させていただきました。1ヶ月間2人には一度その顔で過ごしてみてほしいんです。その後もう一度手術を行うと永遠に顔の入れ替えができなくなるので、2度目はよく考えてから判断してくださいね。よく考えてからって。先生ありがとうございます。ヒキコは何も話さず不満があるようだった。私はただただ嬉しくて仕方がなかったけどね。これで私が人気者になれる。ようやく認められる。そう思っていたから。でも現実はそうはならなかった。ヒキコどうしたの？なんか今日は顔が違くないか？そうかな、実は整形したの。1ヶ月間ね。整形って、しかも1ヶ月だけってのもあるんだね。まあいいや、今日この後みんなで遊ぶんだけど一緒にどう？いいの？ありがとう。じゃあ行こっか。相変わらず人気なのはヒキコだけで、私には誰も近寄ってこなかった。サトルくん。ヒキコ、今日の授業終わったら飲みに行かない？サークルのみんなで一緒に飲むからさ、来るだろ？うん、行く行く、もちろんね。どうして？私はこんなに可愛い顔になったのよ。ブスなヒキコがモテるなんて意味がわからないじゃない。もやもやした何も楽しくない日々を過ごし、気づけば明日で1ヶ月。
お姉ちゃん、明日が期限だね。その顔、楽しかった？なんでそんな顔であんたは笑っていられるの？なんで幸せそうにしているの？なんでいつも私よりも優れているの？許せない、許せない。思わずカッとなった私はヒキコを階段から突き落としてしまった。気づいた時にはもうヒキコは息絶えていたのだ。ヒキコ、あんたが悪いのよ。ヒキコの死は自己扱いされ、私に疑いの目が向けられることはなかった。家族はもちろん、同級生やサークルの先輩後輩、私はほとんど話したことのない近所の人たちまで、ヒキコのために涙を流していた。ヒキコ、なんでこんなことになってしまったんだよ。俺は君を好きだったのに、告白できなかったじゃないか。ヒキコを殺したことで、私の顔は元通りひどいものとなった。でもなんだかすっきりしたわ。コンプレックスの元だったヒキコが消えたんだから、そりゃそうよね。それから数日後、貞子、ヒキコの部屋を整理するから手伝ってちょうだい。なんで私が手伝わなきゃなんないんだよ。ん？ヒキコの日記だ。パラパラとめくり、私はあるページで目を留めた。私とヒキコが顔を変えた日の、そこには私が思いもしなかったことが書いてあったのだ。お姉ちゃんと私の顔がそっくり入れ替わっちゃって本当にびっくりしたな。でも鏡を見るたびに大好きなお姉ちゃんが近くにいるような気がしてワクワクもしてる。お姉ちゃんが顔を入れ替えることで幸せになるなら、私ずっとこのままでもいいな。また昔みたいに仲良くなれるかも。これから楽しみだ。ようやく大事なことに気づいた。顔なんて関係なかった。ヒキコが人気者だったのは本当に素敵な内面だったから。ごめんなさい、ヒキコ。ごめんなさい。何度も何度も謝罪をし、私はヒキコを殺したことを心から後悔したんだ。ヒキコ、私変わる。ヒキコみたいに明るくて優しい素敵な人間になる。だから、こんなこと私が言える立場じゃないけど、見守っててね。ある日、急いで学校へ向かっているその時だった。あれ？サトルくんから LINE だ。学校着いたら裏山に来てほしい。来れる？わかった。参ったな。裏山に行くと言っちゃったけど、単位が心配。まあ今日休んでも残り全部出席すれば単位取れるから、裏山に行こう。授業よりも新たな行為でしょ。ってことで、私はすぐに裏山へと向かった。え？誰かに背中を押され、気づけば私は井戸の中にいた。痛くて体が動かない。携帯は浸水の影響で壊れてるみたいだし、私このまま。私はもう生きられないっていうのに、今更あなたが改心して何になるのよ。ひどい顔とひどい性格のまま地獄に落ちなさい。俺の名前は翔太、中学2年生だ。ちょっとしたことで泣きそうになってしまう俺は、いじめっ子たちにとって面白いおもちゃなんだろう。掃除の時間、クラスの男子たちに囲まれて、校庭の水たまりに何度も張り倒されてしまった。いじめは日増しにひどくなり、学校の時間は憂鬱でたまらない。もちろん女子からは相手にされず、所属している野球部では先輩のパシリとして働かされている。親に相談しても、弱気なその性格がダメなんだと言われるだけ。クソ、なんで俺ばっかり。あ、やば。思ったよりも勢いよく飛んだ石は道を歩いていた女性に激突してしまった。いった。すみません、わざとじゃないんです。親を呼ばれたらどうしよう。いや、もしかしたら警察に通報か。ドキドキしながらその女性に駆け寄った。すると、私がここにいたのがいけないんです。ちょっと眠たくなっていたところだったので、眠気覚ましになって幸運でした。思いがけない言葉に驚いてしまった。女性はずっとニコニコしていて、なんだか光に包まれているようだ。それにとても綺麗な人。
ところであなた、今不幸ではありませんか？え？いいえ、言わなくてもわかっています。あなたは不幸。世界を、人を恨んでいる。毎日が苦しくてしょうがない。そうですよね。はい。綺麗な人だと思ったけれど、実は変な人なのかも。そんなあなたにぴったりのとても幸せになれる方法があるんです。私はそのおかげで幸せになれたので、皆さんに幸せのお裾分けをしたいと思ってるんですよ。ワールドイズハッピー。変な人どころか危ない人じゃないか。宗教？セミナー？よくわからないけどとにかく怪しい。そういうの間に合ってるんで。間に合ってない！全身から負のオーラが出てます。負け組のオーラです。あなたは幸せにならなければいけない。何ですか？これを差し上げます。女性は俺の手に無理やり小さなスイッチのようなものを握らせてきた。それは幸せボタンです。嫌なことがあった時はそのボタンを押してください。そうすれば嫌な気持ちが一瞬で消えます。押せば押すほど幸せになるのです。うさんくさいとしか思えない。大丈夫、お金はいただきません。幸せは全人類に分け与えられるべきものですから、どうか幸せになってください。それが何よりのお題です。いや、いらな、言っちゃった。何だったんだろう。仕方なくそのボタンをポケットにしまった。次の日、俺は相変わらず憂鬱な気分で登校した。念のためあの幸せボタンを持ってきたけど、意味があるのかな。おお、翔太、今日もぶっ細工な顔してんな。なんでまた学校来てんの？転校しちまえよ。泣いたら余計ヒートアップすると分かっているのに、じわじわと涙が出てこようとする。体まで震える始末だ。俺は悟られないようにポケットに手を突っ込み、ギュッとボタンを握りしめた。え？その途端、まるで水で洗い流したように嫌な気持ちが消え去った。胃の痛みもなくなり、汗は引き、震えが止まる。それどころか、生まれて一度も経験したことのないような幸福感が全身に広がっていく。罵倒してくるいじめっ子たちがちっぽけな存在に感じられたんだ。てめえ何笑ってんだよ。こんな奴ら、ただの間抜けなし惜しいものじゃないか。別に、朝から俺をからかうぐらいしかやることないなんて暇な奴らだなと思ってさ。はぁ？舐めてんのか？ぶっ殺すぞ。そうしたいならそうすれば？お前らの人生は台無しになるだろうけどね。少年院に入って学校にも行けないし、まともな会社にも就職できない。きっと地獄だろうな。なんだこいつ。気持ち悪い。このボタン、本物かもしれない。現に今幸せな気分で溢れている。どんな悪口を言われても心に傷一つ生じなかったんだ。これがあれば俺の人生が変わる。もう少し試してみよう。そうして辛いことがあるたびにこの幸せボタンを押すようになった。野球部の先輩にしごかれてへこたれそうになったら幸せボタン。他の部員が次々とグラウンドに倒れていく中、俺だけは黙々と補給を続けられた。疲れも感じないし、先輩の罵倒もどうってことない。学校の宿題にうんざりして、途中で投げ出したくなった時も幸せボタン。次の授業の予習まで進み、参考書も一通り読んでおく。苦痛さえ感じなければ、勉強なんてゲームと同じだ。いじめっ子たちが大勢で喧嘩を仕掛けてきた時も幸せボタン。痛みを感じない俺と、ちょっと殴られただけで悲鳴を上げるいじめっ子とでは勝負にならない。部活のおかげで体力はあったらしく、簡単に全員も撃退できた。さらにボタンを活用しているうちに意外な効果が現れる。努力が苦にならないから、気づかない間にどんどん成績が上がっていき、とうとう中間テストで学年トップまで躍り出たんだ。うひょ、信じられんが、こんな現実が。そして笑顔で楽しそうに練習していたのがコーチの目に留まり、念願のレギュラー入りまで果たせたんだ。そんなある日の放課後、1年の時から憧れていた美空さんが突然話しかけてきた。あのさ、翔太くんって今日部活休みだよね。うん。
よかったら勉強教えてくれないかな。いいけど、図書館でやる。喫茶店なんでどう？それって、デート？俺が思わずそう言うと、美空さんは顔を真っ赤にした。そうだよ。デートのお誘い。慣れないことはするものじゃないね。恥ずかしい。俺なんかでいいの？翔太くんがいいの。最近翔太くんすごくかっこいいから。あ、前がかっこ悪かったってわけじゃないんだよ。前も優しくて好きだった。ただ、最近は男らしいところも出てきて、そのパワーアップしたっていうか。嬉しくてたまらなかった。美空さんは俺を見てくれていたんだ。美空さん、俺も前から君のこと。思いを告げることに成功し、とうとう憧れの人と付き合えることになった。はあ、幸せだ。その日の深夜。喉が渇いた。水を飲みにリビングへ行くと明かりがついていた。姉ちゃん？声をかけると、ぼーっとテレビを見ていた兄がこちらを振り向いた。スーツから着替えてもおらず、ひどくくたびれた様子だ。まるで抜け殻みたい。おう、翔太、目覚めたのか。うん。っていうか何してんの？眠れないの？ああ、まあな。さっき帰ってきて風呂も飯もまだなんだ。会社では上司に怒られて、客の理不尽なクレームを聞いて、残業をしつけられて。はあ。いつも兄の帰宅が遅いのは知っていた。でもここまで疲れていたなんて。ちょっと待ってて。部屋にある幸せボタンを取り、兄に差し出した。俺はこのボタンのおかげで幸せになれたんだ。騙されたと思って、押してみてよ。なんだよそれ。別にいいよ。いいから押してみなって。兄ちゃんに幸せになってほしいんだ。ったく、疲れてるのに。変なやつだな。肩こりが消えた。だるさもない。すごいだろ。言ってくれればしんどい時は貸すから。これは俺がもらっとく。え？あげるとは言ってないよ。お前はもう十分いい思いしたんだったよな。じゃあいらねえだろ。かわいそうな兄ちゃんに譲れ。わかったよ。兄ちゃんに優しくした自分がバカだった。性格が乱暴者だってわかっていたのに。仕方なく幸せボタンを兄にあげることにした。でも支障は何もなかった。努力することが体に染みついていたから、ボタンに頼ることなく、これまで通りの生活ができるようになっていたんだ。野球も勉強も、美空さんとの仲も、相変わらずバッチリ。兄にボタンを渡して4ヶ月になるけど、幸せのまま。兄は兄で幸せのようだ。ボタンを押せば無限に仕事ができる。疲れ知らずだから上司にも気に入られたと言って家でもずっと仕事をしているくらいだ。そんなある日。どうしたんだ？血を吐いたのか？大丈夫？ああ、問題ない。最近よくあることだ。このボタンを押せば痛みも辛さもないし平気だよ。でも病院に。俺は仕事があるんだ。顔色が悪く髪の毛の量も減ってしまっている。無理をしているのは誰が見ても明らかだ。兄ちゃん、ボタン返して。休むべきだよ。うるさい。俺の幸せを奪うな。兄ちゃん。それ以上何も言えず、ボロボロの体で仕事に向かう兄を見つめるしかなかった。さらに2ヶ月が経ち、俺は変わらず順風満帆な学校生活を送っていた。今日も楽しかったな。ん？あれは。俺の視線の先に幸せボタンをくれたあの女性が。あなたは、よかった。ずっと探していたんです。こんにちは。あの時はありがとうございました。どうですか？幸せになれましたか？ええ、おかげさまで、毎日楽しく過ごせています。よかった。私、あのボタンについての注意事項を言い忘れていたので心配していたんです。注意事項？ボタンの幸せに頼りきるようになったら戻って来られなくなるということです。あの幸せは強制的で完璧な幸せ。苦痛を苦痛と思わせない。それは自然なことではありません。それはまあ確かに。一時的には問題ありませんが、長く使うと心も体も蝕まれます。3ヶ月くらいで誰かに譲るべきものなんです。3ヶ月？でも、俺の兄はもう半年も。半年？いけません。すぐに取り上げないと。
その時俺のスマートフォンに電話がかかってきた。もしもし。翔太、お兄ちゃんが交通事故に遭ったんだ。すぐに病院に来れるか。兄は笑いながら高速道路の真ん中を歩いていたところを車にはねられたらしい。半死半傷の重傷を負い、救急車で運ばれる間も手術中もずっと笑顔で医者たちに気味悪がられたという。治療が無事終わり、病室のベッドに横たわる兄はひどい姿をしていた。足をなくし、自分で歩くこともできない。体中に包帯が巻かれて、それなのに兄は笑っていた。世界中の誰よりも幸せそうな張り付いた笑顔。その手にはもちろんあの幸せボタンが。事故に遭って道に倒れている間も決して話そうとはしなかったそうだ。兄ちゃん、これでよかったのか？何？幸せ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 。兄はもう戻ってこれない。遊ぶ必要もないし、食事をする必要もない。他者と関わることさえ必要ないのだ。だって何もしなくてももう十分幸せなのだから。俺は逃げるように廊下に出て、笑顔の兄がいる病室の扉を閉じた。おめでとう、ムジ君。今月も成績トップは君だよ。社長、あざっす。俺がいれば会社も安泰っすね。あとはお前ももう少し頑張れよな、カカオ。ああ、頑張るよ。では、失礼します。俺様、ムジ様がまたまた新規契約もらいました。ほんとか、ムジ君。今日だけでもう3件目じゃないか。ボーナス期待してますよ、社長。おい、カカオ、コーヒーまだかよ。今持ってくよ。おいおい、何やってんの？お前がやけどするのは勝手だけどさ、営業トップの俺は忙しいんだけど。ごめんよ、ムジ君。相変わらずカカオ君は気が弱い上にどんくさいね。契約も取れないし、クビにしちゃおうかな。彼はまだ入ったばかりじゃないですか。それにさっさと入れ直してこいよ。田中さん、コーヒーが飲みたいなら自分で入れればいい。カカオ君にもノルマがあるんだ。そうだろ？わかりましたよ。田中さん、ありがとうございます。構わないさ。それより打ち上げの会場予約は済んでるかい？忘れてました。今すぐやります。すいません。慌てなくていい。予約が済んだら今日は私についてきなさい。営業のイロハを教えてあげるからね。はい、ありがとうございます。あんな出来損ない適当に雑用やらせときゃいいのに。ほんと人がいいよな、田中さんは。1週間後。ブワー、とことん飲んで食っていいからな。あざっす。それにしても、おい、カカオ。なんだい、ムジ君。なんだいじゃねえよ。なんで社長も参加の打ち上げなのにカウンター席なんだ。どう考えてもおかしいだろうが。ごめんよ、つい慣れてなくて。ほんと、なんならまともにできんだよ、お前は。まあまあ、他の社員は座れてるし、いいじゃないか。それより、仕事は慣れてきたかい、カカオ君。はい、おかげさまで、初めて契約を結べました。ほとんどは田中さんのおかげですが。いや、君自身の力だ。営業に限らず、自分に自信を持つことはとても大切なこと。もっと胸を張っていいよ。はい。俺の方がずっと会社に貢献してるのに、カカオばっかり褒めて。納得いかねえぜ。いい飲みっぷりだね、ムジ君。そんなに飲んで大丈夫かい？大丈夫だよ。俺は酒を飲んでも酒に飲まれることはねえの。ビールおかわり。はいよ。あんなこと言ってたのに完全に飲まれてるじゃないか。うるせえ。ねえ社長、可愛い女の子の店行きましょうよ。
キャバクラか。よし、行くか。僕はキャバクラとかはちょっと。はあ？そうやって空気が読めないからお前はダメなんだ。いいから黙ってついてこいよ。わかったよ。それなら黒猫通りにいい店が多いので行ってみようか。こんにちは、お兄さんたち。これからキャバクラなんてどう？今なら40分3000っすよ。3000か。手頃だしいいんじゃないですか。そうだな。決定だ。毎度あり。それじゃあご案内しますね、お客さん。あれ、ここは一体。あ、起きた。やっほー。めちゃくちゃ可愛い子。ここどこだ。やっと起きたのか、ムジ君。言い出しっぺの君が寝てちゃ困るじゃないか。困ってるようには見えませんよ。それにしても、随分酔ってたけど、大丈夫か、ムジ君。一眠りしたからもう大丈夫です。ふん、なーにが大丈夫だよ、まったく。ひっく、偉そうな割に全然飲めないんじゃないか。おいおい、カカオ君。あ、なんだよ、カカオ。だってそうでしょ。酒に飲まれないなんて言ってたけど。一番最初に潰れてりゃ世話ないですよ。ねえ、田中さん。君も今日は飲みすぎじゃないか。そろそろ抑えた方が。なんでですか。なんでって、そりゃ。てめえ、カカオ、誰に口聞いてんだ、こら。あ、いや、ちょっと、誰か来て。こうなると思ったからだよ。やれやれ。何するんだよ。無能なくせに偉そうな口聞きやがって。お前みたいな雑魚が一番嫌いなんだよ。へえ。こうして無地がカカオにつかみかかろうとしたその時でした。キャバクラ店で働く黒服が止めに入ったのです。困りますね、お客さん。ち、邪魔するんじゃねえ。さもないとお前も怪我するぞ。誰に怪我をさせんだよ、こら。な、それよりどうしたんですか、アゲハさん。この人たちが喧嘩を始めて、私の服にお酒がかかったの。え？へえ、それはそれは。なんてことしてくれたんすか、お客さん。おとなしく金払って帰ってくださいよ。これは領収書です。こうして喧嘩が原因で追い出されることになったカカオたち。しかし請求された金額を見て、ようやく彼らは自分たちの状況を理解したのでした。269万円。なんだこの金額。なんだって。40分3000円じゃないのか。そんな安い値段で飲めるわけないでしょう。誰に適当なことを言われたか知らないけど、これがうちの適正価格だよ。あ、ひょっとしてここぼったくり店。バカげてる。ドレスの弁償代が10万はまだしも、テーブルチャージで80万ってなんだよ。そうだそうだ、ポッキーが1本10万円なんてあんまりだぞ。お客さん、こっちはこれでも譲歩してんだ。本当は迷惑料としてもう100万円もらいたいくらいなんだぜ。何が迷惑料だ。こうなったら。はい、事故ですか、事件ですか。助けてくれ。ぼったくりの店にバカみたいな金額を請求されてるんだ。ぼったくり、それは私どもに言われても困ります。は？あ、困るって、たった1時間で269万だぞ。お前ら警察だろ。民事不介入、ご自身で解決していただくしか他ありません。それでは。おい待てよ。そんな嘘だろ。優秀な警察は俺たちの味方ということだ。ってことでさっさと払えよ。そんな、どうすれば。どうするもこうするも、そんな金払えるわけないだろう。チェ。それじゃあお前は個別指導だ。おい、えい、おいてめえ、こっち来いや。何をする。便器の水をたっ
ぷり飲ませてやるんだよ。便器って、やめろ、話せ。そんな、田中さん。ああ、なりたくないだろう。わかったら、さっさと払えよな。触らないでくれ。僕がそんな金、払えるわけないじゃ。あ、ココオくん。いいこと教えてやるよ、インキャ。払わなきゃ、お前らは死ぬんだよ。なんせこの店のバッグは、あのアルカラム一族がやってんだぜ。なんだって？アルカラム一族といえば、伝説の殺し屋じゃないか。はあ、そうだよ。だから、死にたくなけりゃ全額払えよ。あ、言っとくけど、この焼酎100万だから、合計400万円ね。わかった。全額払う。だからもう乱暴はよしてくれ。やれやれ。こんなことしてどうなるかわかってるのかい？カカオくん、もういい。くだらん意地を張ってると本当に死ぬぞ。社長さんの言う通り、いくらお前が怖い声を作ったって無駄だぜ。そのぽっこりお腹じゃよ。ザ・陰キャって感じのお腹ね。かっこ悪い。それに、アルカラム一族を呼んだら、こんなもんじゃ済まされないぜ。カカオくん、すまない。はあ、バカな半グレが、その汚い手をどけろ。一秒だけ待ってやるよ。なんだと？舐めた口聞きやがって。一秒経ったよ。大丈夫かい？ああ。それはよかった。誰だてめえ。誰って、君たちはアルカラム一族と関わりがあるんだろう？それなのに、僕の顔がわからないわけないじゃないか。なんだと？どけバカが！さっきからわけわからねえこと言いやがって。アルカラム一族を舐めたこと。死んで後悔しやがれ。カカオくん、逃げろ。その必要はない。さっさとかかってこいよ。おい、さっきから何騒いでやがる。あんた兄貴、聞いてくださいよ。この男、散々飲み食いしておいて金払えって言ったら俺を殴ったんすよ。いいから頭下げろ、バカ野郎。すいませんすいませんでした。どうしちゃったんすか。こんな腹ぽよ陰キャにビビっちゃって。腹ぽよって、まだわからねえのか。この人はな、本物のアルカラム一族の一人、カカオアルカラム様だよ。は、ああ、もうわしついていけない。社長？僕の顔を知ってる人間もいるのか。どうやら、ろくでもないのがバックにいるのは嘘じゃないようだね。生意気ってすいません。こいつはよく言って聞かせますので。だからどうか。彼の無礼な言動はこの際どうでもいい。問題は、君たちがアルカラムの名を使い、こすい稼ぎ方をしてたことだよ。カカオくん、これは一体。悪いね、田中さん。後で全て説明する。だからもう少し待っててくれ。というわけで、覚悟はいいね。そんな、本物だなんて知らなかったんだ。許してくれ。この通りだ。ダメだ。君たちを許せば、他の人間もくだらないことをしかねない。見せしめとして、きっちり落とし前をつけてもらうよ。こうなったら、あ、警察ですか。私、グループで詐欺行為をしておりまして。はい、自首させてください。住所は？なんだって？これは予想外だね。こうして、ぼったくり店を経営していた男たちは全員逮捕。社長は救急車で運ばれることになったのでした。君は社長の付き添いを頼むよ、ムジ君。はい。あの、
本当に舐めたことばっか言ってすいませんでした。だから命だけはどうか。確かにムカつくことはあったが、僕も君を騙してたからお互い様さ。それに何より怖い思いをさせて悪かったね。ココオさん、それじゃあ出発しますよ。さてと、それじゃあ僕たちも少し歩いて話そうか。ああ。もうわかってると思うが、僕は殺し屋でね、一族の名を汚す半グレを締めるためにわざわざ一般人に扮していたのさ。じゃあなぜ君たちの会社だったのかと聞かないのかい？聞かないさ。どうせもうバレてるんだろ、私も加害者だということを。ああ、彼らは債務者に命令して店に誘導させる手口をよく使うからね。だからこそ最近彼らから借金をした君と親しくなる必要があったというわけさ。なるほど。とはいえわざわざこんな回りくどいことをしなくても。僕もこう見えて意外と彼らは慎重でね。念のためにこの方法を選んだまで。それにしても会社の人間を裏切るなんてひどい人間だね君は。カカオ君の好きなようにしてくれ。どうせ私は借金を負った時点でお先真っ暗だ。言われなくてもそうするさ。こうしてカカオが銃の引き金を引いたその時でした。これは住所？プレゼントさ。君を騙して借金を負わせた上に雲隠れした。詐欺師が住んでる場所だよ。なんだって？私を許してくれるのか？許すも何も君を罰する権利なんてないさ。ま、詐欺師の住所を調べるつもりは僕も最初はなかったけど。じゃあ一体なんで？言っとくが、日頃の行いが良かったなんて思うなよ。これはあくまで僕の気まぐれ、世話になった例なんかじゃない。ってことでどうする？どうすると？察しが悪いね。君の目の前にいるのはこの国最強の殺し屋だ。君が望むのならその男の暗殺はもちろん、騙し取られた金だって全て取り返せるよ。本当ですか？ああ、ただし一つだけ条件がある。これからもあの会社で新人に優しくすること。約束できるかい？人は何とも哀れだな。ほんの数人を不幸に叩き落とすだけで僕のように何もせずとも贅沢な暮らしができるというのに。素晴らしい考えだね。誰だ貴様は？僕を知る権利は君にはないさ。この世で最も哀れな君にはね。そんな、誰か助けてくれ。安心しなよ、命までは取らないからさ。いや、まさか本物のカカオアルカラムが来るなんて想像してなかったぜ。ほんとっすよ、まったく。でも刑務所に逃げ込むなんてさすがっすね兄貴。いざという時は頭を使わないとな。さあここから出たらまた人暴れするぞお前ら。一生ついていきます兄貴。なんならもう一度アルカラムの名を使っちゃいましょう。それじゃあ次はぜひ僕も参加させてくれよ。なんでお前がここに？刑務所は僕の庭みたいなものだからね。君たちが二度と悪さをしないようにたっぷり調教してあげようと思って来ちゃった。大丈夫です、もう十分反省してま。まったく、どの口が言うんだい。君は昆虫が好きなのかい？うん、もしかして君も？いや、僕は別に昆虫に興味はない。そっか、陰キャ同士だから会話が続かないのか。僕が陰キャだから悪いのか？海外の放送禁止になった映画をあさって見たけど、
ターゲットの新しい拷問方法がいろいろ思い浮かぶね。早く試したいな。彼は殺し屋のカカオアルカラム。どうやら教室では一人で座って自分だけの空想の世界で楽しんでいるようです。カカオ、おはよっす。やあビリー、おはよう。お前また教室で一人でいるのかよ。寂しいやつだな。僕は一人でいる方が好きなんだよ。って、それはなんだい？え？ああ、これは昨日父ちゃんからもらったオカルト本だよ。都市伝説の存在や妖怪、幽霊とかが載ってるんだぜ。ちょっと見せてくれ。おい！すごい。都市伝説の存在や幽霊、悪魔やユーマまで載ってる。最高だ。突然饒舌になるじゃねえか。カカオはオカルトが好きなのか？もちろんだよ。ああ、でも好きと言っても恋愛的な好きじゃなくて、好奇心とか倒したいという意味での好きだよ。いや、さすがに言われりゃわかるよ。オカルトに恋してたらそれこそやべえやつじゃん。はいはい、みんな席に座って。今日はこのクラスに新しいお友達が来ました。転校生？この時期に珍しいね。うお、マジか。かわいい女子、かわいい女子、かわいい女子こーい。入ってきて。あ、はじめまして。影尾です。よろしくお願いします。みんなよろしくね。なんだよ、女子じゃねえのかよ、しらけるな。性別以前に、なんだいあれは。なんとその日はカカオのクラスに転校生がやってきました。ですがその転校生の影尾は誰とも目を合わせずに小声で自己紹介をしたのです。ありゃ完全に陰キャだな。陰キャ？声が小さくて喋り方もおどおどしてる。人見知りでコミュ障なのも陰キャあるあるだ。なるほど。あいつを見てたら他にもいろいろと陰キャあるあるで当てはまることが出てくると思うぜ。じゃあ早速観察してみようじゃないか。こうしてカカオはビリーと一緒に転校生の影を観察してみることにしました。ほら、あの圧倒的存在感のなさを見てみろよ。あれも陰気あるあるだ。確かに存在感はないね。ふとしたら見失いそうだ。ねえねえ影尾くん。はい。今日の放課後みんなで公園で遊ばない？みんな影尾くんと友達になりたいしさ。いや僕はみんなで公園とかは苦手だから。そっか、残念だな。すいません。ほら、あいつせっかくの誘いを断っただろ。目も合わせず不愛想でノリが悪いのも陰気あるあるだ。しかもあんな可愛い女子とお友達になりたいと言われてるのにだぜ。信じられねえよな。なるほどね。おや、昆虫の本を読み始めたよ。学校で読むほど昆虫が好きなんだろう。ああいうオタク気質なのも陰キャ特有だぜ。あ、立ち上がったよ。トイレにでも行くのかな。あの子は何をしてるんだ。ドアの前に他の人がいたら気軽にそこどいてほしいって言って通れないのも陰キャあるあるだ。遠回りして後ろのドアから出て行った。普通に声をかけたらいいのにそれをせずに遠回り。これも陰キャあるあるだ。なるほどね。あの子は陰キャだから性格も悪そうだな。こうしてビリーの解説のもと、その転校生の影尾が陰キャだと分かったカカオ。はーい、授業やるよ。見ていると陰キャってすごく哀れに思えてきたよ。僕はあのようには絶対ならないね。おいおい、何を言ってんだよ。カカオも陰キャじゃねえか。なんだって。自分は陽キャだと思っていたカカオでしたが、なんとビリーから陰キャ認定をされてしまったのです。僕は陰キャじゃないよ。どっちかっていうと陽キャだ。人とちゃんと目を合わせて会話できてるし。カカオは自覚のない陰キャってことだな。ビリー、僕をバカにしているのかい。
おいおい、なんで陰キャだとバカにしてるってことになるんだよ。陰キャも陽キャもどっちもいいじゃねえか。別に俺はどっちだろうと面白きゃ仲良くするしよ。でも僕は陰キャじゃ。さーて、この問題を誰かに解いてもらおうかな。まずい、気配を消さないと。ビリーに陰キャだと言われてショックを受けていたカカオは、先生に当てられないよう気配を消すことに。陰キャの特徴として、先生に当てられないように気配を消すってのもあるんだぜ。なんだって？あの転校生も見てみろよ。あの陰キャ転校生も気配を消してる。まさか本当に僕は陰キャなのか。はいはい、先生、俺が答えるよ。じゃあ元気なビリーにお願いするわね。やっとぜ。陽キャのビリーは積極的に手を挙げてる。僕にはそこまで目立つ勇気はなし。やっぱり僕は陰キャ。そして影尾と同じ陰キャ行動をとり、カカオは自分を陰キャだと疑い始めたのです。はい、これで授業終わり。あ、そうだ、来週の遠足のグループは自由だからね。放課後とかにみんなで話し合って決めて先生に教えてください。はーい、みんなよろしくね。グループ決めか。きっとビリーが僕を誘ってくれるだろう。ビリー、一緒のグループになろう。お、いいぜ。私も。僕も一緒になりたいのに。それに僕は陰キャじゃない。陰キャと言われたことのショックもあってか、カカオはその後もずっと一人で座っていたのでした。ってことがあったんだ。なるほどね。それでカカオはショックを受けてるの？そりゃそうだよ、僕は陰キャなんかじゃない。そうだろ？カカオは分かってないわね。あなたは陰キャよ。なんだって。ショックを受ける必要は全くないわ。そもそも私たち家族は全員陰キャだしね。え、姉さんはそれで納得してるのかい？まあ、私も自分が陰キャな方だとは思ってるわ。特に気にもしてない。ガーナは？別に陽キャでも陰キャでもどっちでもいいにゃ。ああ、でもガーナはどうかしら。兄弟の中では一番明るいかもね。明るい陰キャだわ。あんまり嬉しくないにゃ。そんな、お兄さんは？ニクラ最高。嘘だろ、陰キャでいいわけがない。みんな目を覚ますんだ。カカオは陽キャ至上主義みたいね。そりゃそうだろ、自分が陰キャだなんて認められるか。陰キャなんてクラスの嫌われ者で、つまはじきに合うような存在じゃないか。なら今から陰キャ診断をしましょう。それで客観的に自分がどっちなのかを判断すればいいわ。わかったよ、やってやる。こうしてお母さんの提案もあり、カカオ含め子供たち全員で陰キャ診断をすることになりました。全部で5問よ。それじゃ第1問、学校の休み時間や休日などはなるべく一人でいたい、もしくは一人でいる。はいかいいえで答えてね。私はどっちでもないかにゃ。母さんが今はいかいいえで答えろって言ったばかりでしょう。ま、どちらでもないって答えもよしとするわ。私ははいね。バカたちと絡むくらいなら一人でいる方がマシだわ。意義なし。カカオはどうなの？僕もはいだね。今日もビリーに話しかけられるまで一人でいたし。はいの人は1ポイント。どちらでもないガーナは 0.5 ポイントにしましょう。さ、第2問。自分だけの空想の世界、妄想の世界がある。私ははいだな。毎日白馬の王子様が迎えに来てくれるのを妄想してるの。いつまで恋愛に期待してるんだか。私はいいえよ。空想や妄想をするいとまに修行する方がいいわ。意義なし。あんたたちは気が合うみたいね。僕は今朝は敵をどうやって拷問するか妄想や空想をして楽しんでいたからはいだ。カカオがだんだんと落ち込んでるわね。だってこの時のカカオは愛が多いほど陰キャになるということにすでに気づいていました。
そのため自分がはいと答える質問ばかりですごくテンションが下がっていたのです。第3問、あることに対してこだわりが強く、そのことになると突然饒舌になる。饒舌って何？突然早口になってたくさん喋り出すことよ。ガーナはいつもうるさいから言えねえ。なるほど。なんか嬉しくないにゃ。私も言えよ。どんな話題でも常にこんな感じで、一定の喋り方と喋る量よ。マジ一致。真似すんなと言いたいところだけど、まあ私とあんたって根本が似てるのかもね。カカオはどうかしら？僕は、そういえば、今日オカルトの話になった時、ビリーに饒舌って言われたな。はいだ。そう。さ、次は第4問よ。学校でペアやグループを作ってと言われた時、自分から積極的に誰かを誘えない。はいかいいえ、どっち？私は結構好きな人を自分から誘っちゃうな。あ、だから、いいえで。私は別に自分から誰かを誘うこともないから、はいよ。マジ同意。ビターは自分から誘わなくても誘われるタイプだものね。僕は今日自分からビリーを誘えなかったな。僕も、はいだ。さ、最後の問題よ。日常的に同じ人としか仲良くできていない、はいかいいえ、どっち？私は学校でも公園でもいろんな子と仲良くしてるよ。だからいいえ。私ははいね。基本的に必要な人としか喋らないし、友達普通。お兄ちゃんは多くもなく少なくもなくいろんな人と喋ってるのかにゃ。そうね。ビターはなんだかんだいろいろなタイプの人とまんべんなく仲良くしてるわ。話し方が面白いから向こうが寄ってくるってのもあるけど、学校では筆談したりもするしね。ならビターはどちらでもないが答えね。カカオはどうかしら？僕は学校では基本的にビリーとしか話してないな。はいだ。さ、これで終わりよ。ポイントを集計するわ。こうしてシュガーによる陰キャ診断が終わり、子供たちの陰キャ度が分かりました。発表するわ。ガーナは陰キャ度 30% ってことは、私は陽キャ寄りだにゃ。うわーい。ビターは陰キャ度 50%。 どっちでもないって感じね。普通性格。ショコラは陰キャ度 60%。 別に何でもいいわ。そしてカカオは陰キャ度 100% ね。なんだって？だってカカオったら陰キャ度を測る質問で全部陰キャに当てはまる回答をしたんだもの。そんな、僕は陰キャなのか？そして自分が陰キャ度 100% だと知って落ち込んでしまったカカオ。カカオは何を落ち込んでいるの？だって陰キャなんて嫌じゃないか。カカオは何か勘違いしているようだけど、陰キャは別に悪いことではないわ。そうだよ、陽キャも陰キャもそれぞれその人の個性だにゃ。でも陰キャはいいイメージがないというか。何も分かってないわね。この世にいる全員が陽キャだったらうるさくて仕方ないでしょ。静寂快適。そうね。陽気で明るい人も静かで一人が好きな人も、それぞれお互いにないいい部分があるわ。一番いけないことは、ありのままの自分を否定してしまうことよ。自分だけじゃなく、人に対しても陰キャ、陽キャで性格を否定するのはやめなさい。陰キャ、陽キャ、どちらにも素敵な人はいるからね。わかったよ。確かに陰キャだとしても、何も悪いことはしてないしね。お母さんに言われて、陰キャという言葉に悪いイメージを持っていたカカオは少し反省し、考えを改めることにしました。僕は陰キャか。カカオ、ウィッセ。あ、ビリー、おはよう。そういえばビリーは遠足のグループどうするんだろう。お、カカオどうした？次の日、陰キャと言われたカカオは落ち込みながらも学校に来ていました。そして
遠足のグループ分けでビリーと一緒に慣れていないのが気になっているようです。ビリー、今度の遠足楽しみだな。ああ、お前らといろんなとこ行きたいぜ。私、観光名所とか調べておくね。サンキュー。やっぱりビリーはこの子たちと一緒のグループになるのか。で、あれは。教室で他の子たちと仲良くするビリーに少し寂しい気持ちを抱いていたカカオ。そんな時、例の転校生の影雄が教室に一人でいるのを見つけたのです。陰キャだからって否定するのは良くないか。そしてお母さんの言葉を思い出したカカオは、あまりいい印象がない影雄に話しかけることにしました。やあ、何をしてるんだい。その目も見てくれないし、反応がバリバリの陰キャだね。君は昆虫が好きなのかい。もしかして君も。いや、僕は別に昆虫に興味はない。あ、そっか。陰キャ同士だから会話が続かないのか。僕が陰キャだから悪いのか。会話がうまく続かなくて、カカオは珍しく自己嫌悪に陥りました。ん？そっちにある本は何だい。え？これはチョコの本だけど。なんだって。もしかしてチョコ好きなの。大好きさ。最近はゴドバのチョコにハマっていてね。そうなの。僕は最近ドメルやネイハウス、ドルレイが気になってるよ。詳しいね。もっと聞かせてくれ。なんと転校生の影雄はカカオと同じですごくチョコが好きだったのです。なんだい、話してみると君はすごくいいやつじゃないか。君だって優しくて楽しいよ。友達になれてすごく嬉しい。友達、そうか。友達になるのに陰キャとか陽キャとか関係ないんだ。どうしたの。いいや、これからも僕と仲良くしてくれ。こうしてすぐに仲良くなり、何事も決めつけずに仲良くなる姿勢が大事だと分かったカカオ。遠足は影雄と一緒のグループになろう。ビリーは他のことだし仕方ないね。おい、お前ら。え？ビリー、どうしたんだい。ですが、新しく友達ができて喜んでいたカカオの前に突然ビリーが現れたのでした。ビリー、どうしたんだい。俺たち一緒のグループだろ。だから今度行く遠足の予定を決めたくてよ。一緒のグループ。でもビリーはその二人と一緒なんじゃ。はあ、親友なんだから俺とカカオが別のグループなわけねえだろ。え、誘われてないから一緒じゃないのかと。もしかしてこれが陽キャのノリ。そもそも5人グループだしな。僕もグループ一緒だよ。よろしくね。なんだって、ビリーと君はもうすでに仲が良かったのかい。昨日も一緒に帰ったよな。その時に遠足も一緒のグループになろうぜって誘ったんだよ。なるほど、このノリの良さが陽キャの力なのか。恐るべし。でもカカオくんが話しかけてくれてとっても嬉しかったよ。これからよろしくね。ああ、こちらこそ。将来殺し屋として陽キャも学ばなければなりませんね。そもそも人は陰と陽、どちらも持ち合わせているものなんですから。